美味しいよね。うん、ツーショット会ありがとうございました。強制拍手。圧がすごかった。うん、今はクルクルしてる。やっぱり電波悪い。ギガ使わないと無理じゃない。私ギガホだけんがさ、繋いどらんつぶ。でもリーナも前回そうだったよ。真っ黒の画面になってた。あらら。電波がやばい。真っ黒だってやっぱり。一回切ってもう一回やってみたら。一回切ります。あ、いけたんじゃない。え、いけたんか。自分ではさ、めっちゃ動ける、動くけどさ、相手から見たらめっちゃ真っ暗。一回切ります。あ、ツーショットありがとうございました。え、そのことある。たい焼きありがとう、だるまありがとう。なんてさ、X も全然投稿できなかったもん。え、ゆなのさ、ショールームさ、閉じてるか誰か見てくれんか、見てあげるよ。あ、いいな、ありがとう。アプリが落ちたんだけど、どうなってる今。ゆねちゃんの方、くるくるしてるとお伝えください、だそうです。え、くるくるしてる。アプリ開いてもないんだけど、今開いてないからでしょ。ありがとう、教えてくれて。ありがとう、優しい方、ありがとう。でも電波が1本しかだったらもう止まってる、ね、だってだ。くるくるしてる。あ、本当、うん、え、音は、音も何もない。喋って、あ、何もないわ。喋って喋ってる。Wi-Fi のパスワードどこ。いや、違う、 Wi-Fi ダメだよ。繋いでてもダメ。繋がんほうがいい、うん、うん。ダメだった。たい焼きだけ泳いでる。え、ありがとう、誰かが繋げてくれたってこと。ごめん、そんな。たい焼きと星だけ動いてる。ごめん、ちょっと一回ちょっとスマホ自体の電源切りますね、多分。そしたら戻るかな。一回映ったらしい。あ、ほんと？ね、くるみのさ、配信無事なんだよね。多分そのさ、会社によるんじゃない？タイミング？あと、電波の。でも今日ずっと電波悪いよ、私。マクファンにいた時から電波悪いかも。でさっき悪かった。さっき怪しかったけど。全然 X とか投稿できんってさ。頑張った。あげてたね。そう、あげてた。全然電波がやばい。あ、5G になったよ。いけるっちゃない。大丈夫よ。どうした、どうした。大丈夫よ。いや、リナは今日やらかしが多かった。私は隣で見てたから、いくつか。何やらかしたの、みんな。浴衣、本当は違うのを着ようと思ってたけど、うんうん、届かなくて、うん、で、あと、なんだっけ、あの、ビューラーとリップ忘れて。リップはどうにかなった。うん、割り箸を綺麗に割れなくて。すっごい割り方した、びっくりした。初めてあんな割り方した。クマ取ってもらっていい。でっかいメイクポーチ取ってほしい、うん、ごめん、マジで本当にごめん。そんな気合い入れて。 ありがとう。なんかそんなに電波悪かったら私そんじゃないよの電話通じるかな。あ、大丈夫、公開されてる、電話出演しますって。え、そうなんだ、うん、びっくりした、私も、ね、えって言う。え、見たちゃん見たと思って、私、ね、出るの見た気がするけどって思って、えって聞いたから、えって思っちゃった。誤爆。びっくりした。大丈夫です、言ってやる。
るやつ言ってあるやつ怖い、めっちゃびっくりした、怖すぎ怖すぎ、やめて、マジ怖い、びっくりした今、やがってたよね、そう言ってる、言ってるやつ、なんか怖い、よかった、あ、できた、できた、できた、おー、よかった、よかった、クルミン電波操れる、操れるらしい、来た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 、あー、よかった、せい口調がさ、お祭り、アーモンドピッチ食べるかな、美味しくない、え、アーモンドピッチ、なんか給食にたまに出てくる、ね、大好きだった、給食に出てきた、魚だけ出てきてた、魚だけ出てきてた、え、いや、ナッツ入ってた、そうやんね、そうそうそう、ピーナッツ、ありがとう、たい焼き、期末テストの勉強は今頑張って、えぇ、そんなにき今、そうだよ、今何月、今何月もう15、土日って感覚ある、学生って一番夏休みなん、7月、7月末だじゃない、そっか、学校によるよね、でも、うん、リナもやっていい、インスタの、いいよ、インスタ緊張する、インスタライブやったことないと、うん、とか言っていうのもないけど、えー、やばい、ゆうかさんやってる、あ、そうだ、なんかインスタライブやってんだ、芸能人感やばい、え、そうだよね、やばい、もう一瞬やり方知らない、興奮するとこ間違えてる、え、なんで今芸能人だ、どうする、やば、え、これどうやって始めるの、え、何が、え、元気ありがとう、こんばんは、え、どうやってやんの、それをするの、君のと実際先ほどのこといいな、え、この企画の利用対象がちょっと待ってください、触っていい、うん、ダメらしいダメらしい、やめて、芸能人になれんかった、なれんかったかも、え、本当に無理、なんかダメらしい、電波がダメだ、この子も、え、あ、Wi-Fi 使ってるからだ、え、私これに繋いでいけるようになったよみんなさ大丈夫、めっちゃ自分の電波じゃ無理だった、え、こんなとこにあるんだ、来ました。あれなんか少し止まった。少し止まった？ギガ使おう。ギガホじゃない？じゃない。けどまあしょうがない。しょうがない。いきます。ねし。ねし。ねし。見たい。どんなメイク？もっと減らしたいメイクポーチ。中身？うん、私でも最近減らしてない、大丈夫、え、あと 10% しかないけどさ、いけると思う、絶対無理でしょ、え、貸してくれるの、 8% しかない私ギリギリの時に借りる、うん、ギリ大ピンチの時、あ、でも充電あるよね、あるよね、え、充電あるよね、うん、どこにあるの、充電、探せ、これじゃない、これじゃない、これじゃない、これを充電していたらいいんじゃない、え、よかった、ありがとう、これもあるよ、延長コードもある、おお、あ、じゃこれって、ね、あ、そうなんだよ、これなんかわかんないや、ありがとう、はい、なんかついてる、うん、本当だ、ありがとう、コンセントさせようか、うん、延長コード短い、延長コード短い、ついちゃったありがとう、あれかも、気になっちゃう、こっちでいい、ここも充電しちゃったらいいやん、うん、しといほしいかも、あ、確かに天才だ、あ、でも一緒かもしれない、タイプ C じゃないの、 C、 みんなの携帯タイプ C の、タイプ B だよ、え、A だよCD 発売してる、え、一緒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 、え、でタイプ A だよ、タイプ A って何、え、私のやつ何、え、タイプ A だよ、これ、こっちのタイプ違う、これでいける、え、これタイプ何、タイプ C、これが、
15のやつ。うん。ずっとタイプ A だ C だと思ってたの？うん、これ私のやつやと一緒だと思ってた。違うんだ。あ、リーナちゃん。元。全然。雨がどれぐらい伸びるかな。ああ、眠たい。今日5時半だ。すごいね。すごい。早起きだ。何その言い方。ひどいやつだ。エフェクト迷うな。エフェクトつけれんのインスタライブって。そうだよ。芸能人じゃん。芸能人だ。芸能人はつけないよ何も。何もつけないよ。芸能人はつけるよ。芸能人はつけるよ。確かになんかやってるよね女優さんとかすっぴんのさ、うん、すっぴんでリップだけとかでやってるよマジでびっくりするよねあごめんこれさ整形してもあんな可愛くなるえいいかな猫エフェクトえ可愛いじゃんえいいの、うん、クロスタイルできる、うんうん、やっちゃえやっちゃええできなかったえあなたのアカウントはこの機能の利用対象外らしいあ待って設定とかであるんじゃないですか顔でこうしてやちょっと見てみる調べてみるえ普通にさライブ可能かみたいなないちょっと待ってそういうのじゃないかなえリーナでできんかったら一生できんわもう芸能人じゃないのかもしれない、うん、無理かもしれないプロフィールのうん違うわむずいサイドポニー巻きのサイドポニーリーナさっき言っていい、うん、ほぐさず束のままどういうことほぐさなかった巻いたままツーショット行ったのそれでうんゆみちゃんが言って絶対変な髪型面白かった昔のさ、うん、プリンセスみたいなあーはい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 いけたちょっと待ってでもさ、なんかさ、全然話戻るけど、メイクポーチってさ、整理した時にさ、そのさ、いるいらないで分けるじゃん、一旦。分けない？え、なんか、その、あれじゃ、なんか、なんていうん、この、撮影とかにはいるけど、公演にはいらない。あ、違った。なんだった？え、なんかさ、全部使うんだよね。え、なんか悪くないなんかこういうめっちゃ崩れにくくするやつは別に撮影のためにいるみたいな分かる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 遊びに行く時とかに使うやつとかはもう入れてない分かるめっちゃちっちゃい3倍ぐらいあるあの遊びに行く時と仕事用のメイクポーチあふざけてるかもリーナ常に一緒だよね常に少ないもんねメイクポーチそうなんだよねやばいよねなんでさそんな量でさ交換するの軽くない軽くない意外と重いのかなこれってあ重いえ重いの倍するえ嘘ショックでも全部使うのいやスキンケア入れてんのがやばいそれあでも私のが全然重いえだってこれいるでしょ保湿するためにはいるじゃん。じゃ整理させてね。一旦。これだいたい全部出てきて全部入れてて終わるけど、あんま効かない。これ化粧下地ね。これ下地いるじゃん。塗るじゃん。塗るじゃん。あんま効かなくていいらしい。塗らなくていいこれ。あんま効かなくていいらしい。ねいろいろねこれ塗っていくじゃん。ありがとう。日焼け止めとかもねいるよね今から。ね。お電波悪い。鏡もさ。悪いよね。な何何いるインスタライブできたうんこういうところも使うじゃん毎回できる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 えちょっと待ってあれ使うでしょね1でずっと止まってる3、2、1って言ったのにねくるみちゃん音がこもってるってええそれあれだよ下にさ隙間ないからだよ隙間閉じてください隙間こうしたらいいあのちょっと斜めにしてあんた斜めにしてみたどうですかねできないんだけどで電波悪くてできない。え、Wi-Fi つないだ？つないだが無理だった。なあ。え本当に必要じゃないものがない。これとかなんならいらんやつ。使わん。何それ？これ。
え、マジでいるって。え、使わないんだよ私。使えよそれは。マジで私がおすすめして買わせたやつ。何これ、アイシャドウベース。え、マジでいる。え、でも透明だよこれ。え、色素沈着するんじゃなくて、アイシャドウの発色とも違う。透明だよ。え、それじゃないって言ったじゃん、買うやつ。なんか私がおすすめしたのと違うの買ってるからさ、それだからいらないよ。ちょっと私がおすすめしたのを買ってよ。すいません、なんか。マイペースだね、マイペース。そっちの方が高いし、私が言ったやつより。知らない、そこまで見てなかった。そうだな。リップも塗るでしょ、みんな。リップね。美味しそう。インスタライブしたんじゃないの？え、できてない。何が全然違うの見てたんだけど。まだ出てきたんだけど。なんか美味しそうって言ってドーナツ見せられたんだけど。さっちゃんとありがとう。ね、ね、ここら辺いるでしょ？ありがとうございます。ね、ほら全部いるんだよ。あ、ありがとうね、さっちゃん。今日も来てくれてありがとう。イエーイ。どうしよう。みんなでせーの、さっちゃんタワーありがとうって、せーの、さっちゃんタワーありがとう。はい、ありがとうございます。保育園の先生みんなでせーの、せーの、いただきます。あれ噛み合わない。え、違うんですよ、手を合わせてください、合わせました、いただきます、いただきます。何それ、え、手を合わせてください、パッチンだよ。そうだね、利用対象外と表示されてしまっている原因が不明。え、リーナやん。え、じゃ芸能人じゃないってこと。かわいそう、かわいそう、かわいそう。え、私もちょっと持って帰ってくればよかった。持ってますか。延々と食べてるとは思う。あ、ミスト。ライブしようとしたら写真撮っちゃった。本当ありがとう。なんやかんや騒がしいよね。アンパンありがとう。利用対象がやばい。え、どうやってなの、課金とかせやんってこと。そういうわけじゃない。え、私できるのかな逆に。ね、え、どうなんだろう。インスタライブしてみたい。いい。リーナちゃん、なんか歌って。じゃあ最近の夏よ、僕のため急いでくれ。青い海が待ちきれない。なんで急に歌う。ミラーボールありがとう。ミラーボール、ミラーボールあったから。一人歌わせてたの。えぐい。なんか歌ってくれるかなと思って。えぐい。みんなで何か食べてるの。何も食べてない、私とりーなちゃんは。あれ食べたい、ピザのさ、お菓子。ピザポテト。え、そう、お菓子でピザポテトって思いつかなかった。え、それ以外何か。なんか甘いピザかなと思った。お菓子だよ。ごめんね、出直してくる。うん、出直してきて。すいません。ピザって言ったらピザポテトよね、うん、なんならピザよりうまい時あるもんね。どういうこと。別もんやん。わかる？ピザよりピザポテトの方が食べたいって書いてあるよね。うん、気分の問題で。え、ありがとう。え、ピザポテト食べたことある？うん、ある。よかった。あるやろ、うん。逆に何がないんだろう。ゆうなちゃんが食べたことあるやつで食べたことないの。でも私は全お菓子制覇してる前提なの。シャインマスカットマロン食べたい。あれさ、なんかさ、幕張の時にさ、リーナにファミマめっちゃ回らされた。絶対さ、もう本当にシャインマスカットボンボンが高値で取引されよる時、メルカリとかで5000円とかで売りよる時に売ったわけないやん、その使われるファミマに。幕張のとこならあるかなって思って。関東しか売っとらんけんね。そうそう、
なかった。めっちゃドキドキしてたんだけど。でも売ってなくない？なんかそれに似たやつ最近さ。ね、出てるよね。ね、本物食べないって意味ないじゃん。あ、そうなんだ。もういいじゃん、似てるやつで。なんかとろーって出てきたら。あとターンフルしたい最近は。ターン、ターン、フルフル、氷ターン、ターン、フルフルフル。え、牛乳でやりたい。え、美味しそう。え、美味しそう。近くたみ炭酸できるの？え、炭酸固まんないみたいな。本当はサイダーでやるらしい。あ、そうなの？聞いた。誰情報？え、ネット。なるほどなと思って。聞いたやめて。いちご飴食べたい。いや、わかる。ね、リンゴ飴でもいいな。リンゴ飴って食べるの難しくない？え、あのカットされたリンゴ飴うまいよね。めっちゃ美味しい。私食べたことないんだよね。え、そうしてるよ。あとさ、いちごのチョコかかってるやつも食べたい。最近あるやつ。あ、ね、美味しそう。あれ、いちごチョコがけみたいな。自分で作るのとはやっぱ違うのかな。どうなんだろうね。今日見たよそれ。本当？うん、これトロトロトロってチョコかけるやつでしょ。どうせネットでしょそれ。そう、お店行ったんだと思った。めっちゃ絶対に笑うてくださ。え、近くにあるのと思った。違うんかい。めっちゃネット。こんばんは。今さ、アイフォロが頭の中に流れてる。君がいないならこんな世界やる気な。やる気出したよ。でも好きだよ、愛のホログラム。本当に結構好き。嬉しい。愛のも好き。だからもう最近劇場に足できなくなって悲しい。悲しい。何をしたいのこの子。ねえ、なんかなかった？おいしい、おいDみたいな。知らん。美味しい、嬉しい、ビタミン C でしょ。え、違うの？ああ、ダメだ。分かんない。ダメだった。ダメだった。知ってる？うん、何よか分からん。まあまあ。なんで？なんでできないの？まだ戦ってたんだ一応。もう諦めたかと思った。ミナの稼働時間あと50分切ってるからね。やばい。じゃ、この機能の利用対象外っていうのが。え、でもリナスマホケース変えた？え、そうだよ。かわいい。今日新スマホケース。おニュー。おニューです。前の何使ってたっけ？ピンクのクマついてたやつ。クマだね。だからさ、そう、クマで鏡ついてて、だからめっちゃ鏡見てたからさ、なくなってめっちゃ寂しい。あ、いや、最初私もリングつけてたから、リングの画像とかめっちゃ寂しかった。めっちゃさ、何、まだそっちの方が慣れてるからさ、スマホケースが。だから、あ、ないわみたいな。そういえば変えたんだったね。なるほどね。私さ、携帯のさ、画面のさ、フィルムっていうの貼ってさ、なんかツルツルじゃないの、サラサラ系なの、うんうん、だから鏡にできないの、画面切ってもさ、画面切ったら反射するじゃん、それがなくてめっちゃ不便。不便だね。私それはついてる。それは。本当？サラサラになっちゃったんだよね。こんばんは。やばい、眠たい。一生できない。ん？なんで？え？利用対象外だし。利用対象外の人はどうやったらできるの？と練習とかしてみる。うん、ん？ダメなんだ。練習すればダメなの？え、こっからは？こんばんは。もう眠たい。でも私はサンジャナユの電話出演があるから寝るわけにはいかない。みんなサンジャナユ聞いてね。ん？フルアクセスの許可とか。え、カメラロールでよくかけないか。ん？ピンクニャンコ。ありがとう。ピンクニャンコ。ピンクニャンコ。そう、電話出演しよう。いつかな。こんばんは。インスタグラムのアプリ再起動。
リの更新ができてないのかもしれない。眠い。配信しながら伸びてる。アップデートしよう。座れてる。さすが。さすがだったね今のは。力できるんちゃう。そんな面白かった？そういうことでしょ。そんなナチュラルに出てくることある？え、アップデートって見た瞬間思った。ニューかわいいって思って。ニューかわいい。インスタグラムアップデートするのニューかわいい。うん、ニューかわいい。インスタグラムのライブ対象者もニューかわいいと思います。え、そうでもない？でも私はちょっとついていけない。うん？知らないの？え、知ってるよ。あ、間違えた。もう。サビは知ってるね。好き。うん？え？できた？うん。この機能の利用対象外。一回で無加工でやってみたら。無理だった。ね、足筋肉痛。かわいい。いや、かわいくないでしょ。かわいくない。あと、ありがとう。ね、ふざけてる。できない？最初がいいらしい。アップデートしたのに。アップデートして何変わったんだろうね。不具合が調整されるってこと。なんかアップデートしてタマリさんを使いづらくなったりするよね、アプリ。ミスった？なんか悪くなったみたいな。なんかこの機能使いにくなったとか。うーん。開き直し。CMS の公演デビュー25日です。お、発表されたの？うん、そうだよ。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 よいしょ。すごく嫌だ。守りたいこの英語ありがとう。二つもありがとう。設定一般ソフトウェアアップデーションデートさ、すごいさ、結構ちゃんと戦ってるからさ、やらせてあげてほしい。わかる。かわいそう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 。めっちゃ調べてるよ、うん、年齢とかの問題ではなく、え、なんかあれだよね、13歳からだよね、インスタ確か。15なんだ。何そのツヤ顔。すごかったね。写真そんなドラなんだけどね。ありがとう、本当ありがとう。 Wi-Fi 一旦オンにオフにしてもいるか。うん、Wi-Fi をオンにし、オフにしたけど対象者になくなることなさそうよ。わかんない。やってみよう。1できた。できた。あ、できないよ。うん、ミリオ対象がいい。もか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 。いい曲まで言ってた。アンコール、アンコール。1お願いします。何、1って何言ったの？3、2、1の1でずっと止まってる。あ、そういうこと？ね、無理だった。ん？なんで？先輩たちしおるやんね。固め界隈。何の今日テンション高いね。うん。最近こんな。ね、もっと最近こんなよね。多分もうおかしくなっちゃった。JK だからだよ。なんだ。ずっと JK じゃん、4月から。FJK。いやだ。ダメだ。ちょっとついていけない。え？ JK じゃん、くる。ちょっとこのテンションにはついていけない。ごめんけど。でも最近テンション高いよね。深夜テンションなんだよ。
早くない違う、最近は夜にお昼テンションが来て、お昼に深夜テンションが来る。昼夜逆転してる、最近は。昼夜昼夜逆転してる。パンパリナパン、こんばんは。それにしては8時なんだよね。そうなんだよね。ちょっと、ちょっと中途半端。でさ、夜になって落ち着かれた方がちょっと嫌だよね。こっちがテンション高くなっていくのに、こっちが下がってくる。ちょっと、そうか。ちょうどよくない？リーナがテンション高い時に、そっちテンション低かったらさ、間じゃん。平均が間じゃん。交わる点がいつ隠れてた？平均がずっと保たれる。平均保たれることのメリット何も感じない。マジこれ美味しくない？え、マジであれだけ取ってくると思ったら1枚しか何枚取ってくるつもりでいたの？絶対電波悪いからだ。一旦さ、ちょっと用意してみるわ。え、私さ、一旦電源切ったらまともになったよ。一旦電源切ってみる。え、全体の？うん、ガチ電源。あ、OK。 ヘイシリー、ヘイシリー。自分でやってよ。おっさん電源消して。自分でそれぐらいやってよ。自分で押してたし。違う、わかんないね。なんで今日のリーダー違う、違う、おかしい。違う、ホームボタンがないからどうやって消せるかわかんないんだって。両方押すの。もう今日スクショやっちゃう。なんで押す？それ長押し。そうなんだ、知らなかった。もうだから変身に出よう。もうおかしいもん、今日のリーナちゃん。もういい？うん、いいよ。ああ、私に切れたな。うん。え、これさ、リンゴちょっとちっちゃくなっていくのわかる？え、そうなん？え、そうだよ。え、本当に言ってる？うん。最初別にリンゴでかいもん。え？全然わからんけど。全然変わってなかったんだけど。変わってるって。変わってるって。ちょっとちっちゃくなって。絶対騙されてるよ、誰か。できるかな。でも電波悪いままだ。いや、それでその Wi-Fi つないでよ。おちょっとごめんけど、ね、私のこだわりごめん、ね、大変かね。言っちゃいたいと思います。なんなんこの人。いくよ、3。え、でもちょっとあの見なかったこと。いくよ、うん、3。ちょっとまばたきしてた、ごめん。え、もう一回もう一回。リーナも目つぶってた。ね、そうだよね。うん。もう一回もう一回。うん。せーの、一。あ、あれか。三。これとかだったらいい。三。びっくりした。びっくりした。いっぱいいる。これで始まられても困る。いや、恥ずかしい。見えた。やめてよ。で遊んでるか MBTI の話しかしてない。全くその同じ話しかやない。それでずっと喋ってるってるのが自分たちのすごいよね。私はもう聞いてない。普通に他の動画見よったりしてるよね。
か他の人と喋ってる。うん、まあこれできないってこと？なんかさ、この前もさ、なんかまとめできる人できない人みたいに言ってたじゃん。言ってた。なんかそれみたいな感じなのかな。でもインスタライブって全員したくない？するなら。これもうさ、一回消すしかないのかな、インスタ。それはまだちょっとやめない。なんか時が経てば治りそう。じゃあもうリナ一流者にならないとできない。なんて言ってた？一流者？何言ってんのこの子。だからインスタグラムレベル星3にならないとできない。頑張って。今が星1ってことでしょ多分。うーん、知らんけど。もうちょっと頑張って投稿すればできるとかない？でもなんか別に全く投稿してない人にもできるんじゃないの？私やってみようか。あり。ありがとう。ありがとうってくらいで。違う、ありありよりのありの方のあり。だからありがとうじゃなくてでしょ。あ、そうそうそう。っていうことだよね。いいの、ありがとうとか来るんだなみたいな。あり。誰もありがとう、たい焼きありがとう。なんかかわいい。かわいいよね。今日はこのリボンを2つつけてた。かわいい。実はあんま見えてないかもしれないけど。見えてたよ。見え、場所によっては見える、うん、見つめ合いした人とかは多分見える、うん、横から、うん、よいしょ。やばい。私がもし寝たとしても9時には起こしてね。分かった。言うねーって起こすね。言うねー。何も思うの。ファンの人がさ、コールでやるじゃん。伝わってる、大丈夫。分かってる。分かってる上での思うんだ。いいじゃん。はい、ありがとう。疲れてねコロリよおコロリよ。このまま寝れちゃうわ。なんちゃかちゃんちゃか。は？よい子はリーナでしょ。なにリーナはよい子だねんねしな。え、そうだよ。そうなんだ。そうだよ。電話出演します。聞いてください。よい子だよね。うん、よい子だよ。よかった。はい。向いてそう保育士。私？じゃあちょっと明日から保育士になるね。あり。リーナちゃん専門専用の。私下によしころ。リーナちゃん専用の生徒一人。リーナちゃんお手手を合わせてくださいって言うね。よろしく。パッパ。だからバッチリ。ちょっとさ頭下げて。
こんなのやったっけ。なかったっけ。なんかさ、やった記憶ある、ちっちゃい頃。なんかこれで、なんか太陽だよみたいな。一で止まってるってことはオンリーワンってこと？うん、そういうことね。びっくりした。これ見た見た見た。どうなってるの画面？くるくるくそ。え、電波の問題そうじゃん。だけど、お、来たよ。できたな。リクエストがタイムアウト。絶対電波の問題だこれ。だってさっきさ、対象外って書いてあったけどさ、なんかこの前の人狼思い出す。なんかみんなで6人で人狼してるときになんかりなちゃんが喋るときりなちゃんがちょっと待ってみたいな、一旦待ってみたいな、一旦整理しようみたいな、あ、ちょっと整理しちょっと整理しようだそれ言ってたっけ、ちょっと整理しようって言ってさ、なんか自分で誤爆してたよね、なんかそうで自分なんかえちょっと整理しようのときは合ってた推理、え、でもちょっと整理しようって言って2回目さ、自分で誤爆した、2回目は誤爆した、自分で人狼ってバラしてて、え、それだったらリーナちゃんだよねってなっちゃう終わったら自分でもあれってことはリーナめっちゃもんめっちゃ誤爆したありがとう、たいゆき楽しそうって来てるちょっと笑い疲れたよね、うん、顔が疲れる、1でずっと止まってるよ、こっからさ、くるみの顔が反射で見えるなんて思んないえ、わかった、うん、見てた、私もリーナちゃんのことやだやだならの鹿だよこれ。え、なんでだろうね、そんなできないことある、だって1本しか立ってないもん怒り始めてえ、でも私も2本だよ2本、え、私3本、え、1、2、3、あ、1、2、3じゃないよ、だからじゃないしょうもないやったね、え、この前ね誰かが言ってたんだけど、しょうもないことでしょうもない話をできるのはいい関係って言ってた、先生が先生が言ってた先生が言ってた、じゃあ間違いないわだってさ、電波のやつがさ、1本2本3本だからさ、1、2、3じゃないよって言う、あー面白い何の人、くるみちゃんのさ、何つむじ、そうだよ、さっきからみんなここかここしか見てないよ、ゆなの話だ、ゆなの眠たそうな姿しか見てないこれ窓際行ったりさ、ちょっと上に行ってみたらさ、窓際ラバーはい、行ってください、ぜひどうぞすいません、止めてよし、ここ取っちゃう、ただ上の階と通信しようだけはよあんま関係ないか、窓際行ってみない、窓際、うん、乱入します、ちょっとえ、大丈夫かな、いいなんでだよ何がしたいのこの子、え、1本なんだけど、あ、2本になった、え、そこでインスタライブしよう、今日も早いけど、
疲れた、頭痛い、うん、お腹痛い、ね、3本になった、うん、できない、
生できるかな。私のとこ？むずいかな。ゆみちゃんの画角どこなの？私の画角ここだよ。え？じゃあ映れない？私がこうしたらいい。どうしよう。え、じゃあ髪だけとか重力が。あのさ、後ろからさ、こうやって顔出したら、リンナそれこそシャンプーしてそこでシャンプー。あ、オッケーオッケーオッケー。え、どう？映りすぎ？全然映ってないんだけど。こんだけとかしか映ってなかった。やっぱこれが良かった。あんま怖くないか。怖くないね。なんか使い始めた使い始めた真っ黒にした。何がしたの。一番いい。こっちの電気消したらいいんじゃない。いけ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 。あ、でもそんなかつい明るい方がいいかも。明るい方がこっちの暗さが引き立つね。あ、もう私一人になれないよ。でも何がもうあっこから出るかもって、うん、もう無理だよ。怖いってこと？うん。でもさ、もし幽霊だとしたらさ、うん、それリアで、ね、すごい幽霊のせいで喋りかけるのか。それの怖い。違う？あ、そっちじゃない。うん。え、撮ってもらってもいい？何よ？ティッシュ。うん。一枚。ありがとう。何してんの、この子は。え、どう？全然怖くない。本当に深夜テンションだね。やっぱ違うんだ。うん。目だけ出して、目だけ目だけ。え、怖っ。違う違う違う、こうこうこう目だけ。あ、うん。え、怖い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 怖かった。めっちゃいい。めっちゃいい。もうちょい横、もうちょい横、頑張れリーダー。え、怖い。めっちゃいい。見て見て来て来て来てない、そのやつ。え、もうちょい引っ込んで、もうちょい引っ込んで。どういう状況？怖かった？え、怖かった、怖かった、よかった。好き。おー、びっくりした。そっち映っちゃった。怖い、怖い。だよね。43分だって、意外と1時間経ってる。もう一回リベンジしてみる？うん、もう一回リベンジして無理だったらランキング読むね。でもなんか対象社外らしいからさ、対象外らしいからさ意外と食らってるよね。うん。この機能の利用対象外らしい。嫌だってか。ダメらしい。リナはお化けしてるからじゃない。一生お化けしといてってこと？やっぱそういいな、さっきまでおとなしかったの。うん、今日やらかしたけっておとなしかった。今日やらかしたからおとなしかったんだ。うん。
ご飯食べてた。確かに。そうだよね。え、ご飯食べたらやっぱ元気出るなって思った。よかった、それは。よかった。もうお腹空いた、リナ。おぼけしたから。甘いもん食べた。ね、わかる。トゥンカロンの気分は。トゥンカロン？トゥンカロンの気分になったりない。あんま聞かんけど、食べたことないし、まず。食べたことある？トゥンカロン？あるある、うん、めっちゃ美味しいよ。僕の人生照らしてたのは君という名の太陽、太陽くらい闇の中でも。やったことないけどさ、夜の空は月とか星とかのさ、どこのパートだけやったことないのね。やるよ、あるよ、リア。そこの歌詞ってさ、空は空、月、星じゃん、うん、なんか大きい小さい、大きいから小さい順じゃんっていうのを言ってるのを聞いて、夜の空は月とか星とか、うん、そうそう、それでそれを聞いてからもうそこしか頭に残らない。知らんかったパートでもその次歌ってる。ああ踊ってはいるよね。うん、え、でもさ、歌わないじゃん。だからさ、わざわざ、なんていうの、歌詞をさ、覚えないじゃん。なんていうの、言いたいことわかる。その自分が歌わないから。もうなんか、それを聞いてから、あ、確かに月、星、月、空、星なんだ、みたいな。うん、すごい。あ、うん。うん、うん。なんかもう喉がガラガラになってきた。わかる。この後ラジオ。リナ踊りたくなってきた。いや、そこで踊り終わったって。いいかな。フライに踊ってよ。あり。ここから。え、ここ好き。もうこのさ、この顔をねじる感じ好きだよ。え、あり。あり。やめてください。入れる。青く輝く星が。え、そこそこ。めっちゃいい。助けを待ってるからね。パンディー。そこ好きだよ、私。いいよね。あとどこが好き？あとどこが好き？これ、サビみたい。あー、あり。キャリー。ティモン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 、僕の裸で生まれてきた夢を見てば見上げた空が、あ、ここも好き。広がるパートじゃないけど違う回撮るな撮るなリーナの声じゃないけど、あ、あクレミン横浜歌って。えマジで横浜やりたい。ゆうちゃんずっと言ってる、横浜やりたいって。マジやりたい。おいで、ハダゴンさんの衣装着たい。ずっと言ってるよね、カチューシャって。でも身長同じくらい、ちょっと高いぐらい。ハダゴンさんの方変わらん。でも最近カチューシャつけてる私、うん、2回ぐらいだけど。マジで2回だけど。横浜したい。何したい？いいだったら、ね、絶対キラスキかあれでしょ。え、なんで分かったの？釘付けが似合いそう。釘付け絶対似合うの。キラスキって言おうと思ったけど、あれ高いじゃん、うん、しかも可愛いからさ、あんま可愛い声出せないから。え、釘付けだよ。釘付けだ。え、横浜やりたいかも。横浜やりたいんだ、うん、え、横浜やりたい。え、でも釘付けの方がイメージある。結構いいポジション取ろうとしてるねえってな、2人しか言わない結構センター狙おうとしてる2人しか言わないいきなりねK2 なら、うん、K2 マジダントツアップル。なんだろう。え、でも空の青さで歌ってほしいって思うのは思うけど、うん、でもアップルも似合う。え、空の青さでギター弾けないけど、なんかめっちゃかっこよく弾いてる感じでやりたい、うん、あ、ダンスじゃないんだ失格全然失格弾けないけど弾いてる感じで、なんかそんなロックじゃないけどね結構ロックな感じで弾いてたけどえ、ゴーホーザ似合いそう。あ、いいね。あ、確かにやってそう。似合いそう。あとなんだっけ、
転生も可愛いけど可愛すぎる。うーん、5本ザドリームじゃない。うん、いや、そう、今めっちゃあ、何あったっけと思って。私ダントツアップルじゃない。絶対アップル、うん、驚き顔やってほしい。え、なんかえ、控えめすぎん。え、もっともっともっとしてるよね。もっと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 開けれるでしょ。見たい。可愛いよね。こっちか。そうだよ。顎外れる。私顔だけはいいって言われるけど、表情だけ。じゃあめっちゃいいじゃん。期待しとくね。どこにだよ。出た時の。絶対本番持ってやるから。楽しみにしてるね。いつかの日を。アンズ得意そう。ああ。うん、まず。なんか背低いあれだし。うん、そうだよね。確かに。え、揃えてるの。え、折り目は低くない？うん。私絶対小学先 K2 でアップすると思ってた。K2 って言われてスタスっぽい。なんて、なんて言われてた。言われてましたみたいな予想とかで。私どこって言われてたんだろう。S じゃない？え、でも全部言われてた気がする。S、K2 ってたくさん言われた気がする。でもそろそろやめようかな。S と K2。ね、私もインスタライブできなかった結局。うん。できなかったよ。家でもう一回再チャレンジな。再チャレンジしてみる。じゃあ先読みますか？え、あ、先どうぞ。あ、どうも。もうね、あの笑いすぎて喉痛いんですよね、私。明日心配です、本当。声なかったらごめんなさい。ごめんね。軽いんだ、しかも。あ、本当にちょっと控えめでいきますね。1位、2位、2位ってどんどん言って。え、1位って。え、私いつも13位から言うんだよ。13位から行くわ。私から言ったらいい？はい、ちょっと待って、食べてよ。13位、誰誰さん、誰誰さんっていう。13位いきます。13位、 KJHR さん。はいや、管理人さん、ありがとうございました。効率いい。そして12位、ヒロさん、ありがとうございました。11位、ノットさん、ディープインパクトさん、ありがとうございました。10位、不当不屈さん、群馬のターちゃん、ありがとうございました。知ってる知ってる。そして9位、マックフロントさん、つぶたんさん、ありがとうございました。8位、イシトワンさん、パンダくん、ありがとうございました。7位、スランプくん、マットシストさん、ありがとうございました。6位、サシスセソさん、ごめんなさい。5位、しんのすけさん、ヒロさん、ありがとうございました。4位、たくやまるさん、やっくんまめさん、ありがとうございました。3位、ポートグリルさん、のりたかさん、ありがとうございました。え、嘘、そのことないよ。じゃあはっきり言えと。ポートグリルさん。2位、がんばれっとさん、せいやんさん、ありがとうございました。1位、アンキューさん、さっちゃんさん、ありがとうございました。アイサワーもありがとうございます。皆さん、ツーショット会ありがとうございました。ありがとうございました。ではじゃあバイバイ。スクショタイム取らないんだ。このまま聞いてください。まあ、適当にみんな撮ってるでしょ。じゃあ、ね、バイバイ、ありがとうございました。おやすみなさーい。あ、さっちゃんさんにとはありがとうとお伝えください。タワー、バイバーイ。立ってないけど、バイバーイ。ありがとうございました。またねー。